駅は広野駅、松本、塩尻、人福島、並木、中川、多治見、福田、名古屋、岐阜、米原、京都、四国。
ありがとうございます。特急信号16号大阪行きです。この先、岐阜、米原、京都、新大阪、終点大阪の順に停まります。本日列車8両での運転です。前から8号車、7号車、6号車、一番後ろ1号車です。自由席は前2両8号車、7号車です。一番後ろ1号車、グリーン車です。この列車には乗車券のほか特急券が必要です。車内は7号車、5号車、3号車、1号車にございます。車内はデッキ、お手洗い含め、すべて禁止です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。車内での通話はデッキにてお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。持ち主のわからない荷物がありますから、乗務員または駅係員までお知らせください。この列車は担当いたします乗務員、運転士、石田、車掌の方です。途中前後までご案内いたします。次は藤井です。17時24分の到着です。ご乗車ありがとうございます。特急しなの16号大阪行きです。次は京都です。電車の夢に乗ってしなのの特急関東大阪で乗車京都です。お待たせいたしました。今日も JR 西日本を
ご利用くださいましてありがとうございます。特急信濃16号大阪駅です。これから先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の京都には18時48分、新大阪19時13分、終点の大阪へは19時18分、終点の大阪へは午後7時18分に着きます。自由席は前より2両、7号車と8号車です。車掌は JR 西日本の竹本です。ご用がございましたら、お気軽にお申し付けください。次は京都、京都です。京都を出ますと、新大阪に停まります。ご乗車ありがとうございます。特急信濃16号大阪駅です。次は終点大阪です。ご乗車ありがとうございました。あとおよそ3分で終点の大阪に着きます。皆様お支度をお願いいたします。出口は右側が3番乗り場です。乗り換えのご案内をいたします。山陽線、秩父空港線経由の特急スーパーハクト13号鳥取行き20時5分着きました方面3番乗り場でお待ちください。 JR 宝塚線伊丹宝塚方面快速笹山口行き着きました方面向かい側4番乗り場です。 JR 神戸線芦屋三宮、小見方面、新快速、姫路方面、阿越行き、同じく向かい側、4番乗り場でお待ちください。JR 神戸線、快速、姫路方面、阿越行き、ホームとありまして、5番乗り場、JR 神戸線、通電車、西明石行き、同じくホームとありまして、6番乗り場です。JR 神戸線新快速電車4番乗り場、普通電車快速電車5番乗り場、6番乗り場から発車いたします。大阪環状線内回り西九条、弁天町、天王寺方面と奈良方面、関西空港方面、和歌山方面快速電車いずれの1番乗り場、環状線外回り京橋鶴橋方面は2番乗り場へお越しください。阪急線、阪神線、地下鉄線はお乗り換えです。まもなく終点、大阪です。どなた様もお忘れ物のないようお確かめの上、お降りください。降り口は右側です。降りの際、足元にご注意ください。今日は長野からの特急信濃16号、ご利用くださいまして、ありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。